こんにちは、チームハロンズです。この動画は、米国以外の経済指標に対するエコノミストの見方を紹介する番組です。今回は5月24日、日本時間15時に発表される英国の4月小売売上高です。国立統計局、ONS が発表する消費データで GDP の7割弱を占める個人消費動向を確認できる経済指標です。英国経済を見通す上で、重視される指標の一つです。こちらは、英国の小売売上高と ドイツの市場調査会社 GFK が発表する英国の消費者信頼感指数を並べたチャートです。日ごとに深幅はありますが、消費者信頼感の改善とともに、消費の持ち直しも進んでいる様子が確認できます。英経済に対する期待感は依然と比べ回復しつつあるようです。次にこちらは、4月売売上高の前月比に対するエコノミスト予想です。エコノミストの中央値、いわゆるコンセンサスはマイナス0.5%と、 月の0.0%から伸びがが改善するとの見方が優勢になっています。予想の幅が広がっており判断が難しくなっているもののランキング上位のエコノミストは弱気な見通しが多いためコンセンサス比下ぶれが警戒されますここでチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です YouTube 概要欄から口座解説してキャンペーンにエントリーすると通常の口座解説得点2 0 0 0円に加え新規取引1回1万通会場でチームハロンズ視聴者キャンペーン得点 5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引量に応じて最大100万円、合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまたは YouTube 概要欄のリンクより先のページでご確認ください。次にこれは、主張発表後のポンド円の変化率を6時間先まで示したチャートです。サプライズは予想と結果の乖離具合を示しています。おおむね結果の強弱にポンド円の初動は一致しながら、30銭ほど動くものの、1時間ほど経てば身動きが一旦落ち着くケースも多いようです。 お取引の際にはご注意ください。最後になりますが、番組が気に入れば、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。